コーヒーですか。これ。あのだ、遠近法で後ろにいないと顔でかくなっちゃうから。はい、始まりました。毎週金曜日8時はお楽しみのみんなのナスポータルチャンネル。今日は。田代さんがいないので、はい、あの久しぶりの3人でやります。なので、はい、ちょっとぎこちないスタートですが、はい、久しぶりのみゆみゆです。はい、久しぶり、はい、久しぶりの田代です。イエーイ、はい、久しぶりの奥ちゃんです。あよー、奥ちゃん、イエーイ、はい、そうか、センターなんですけど、そうなんでね、もう本当にもう俺は一回ハケルも役目なのかなと思ってたんですけど、うん、センターになっちゃいましたね。センターにしてもらいました、私が。どうしていいよって最近どうって言うとね、もう何、あのオリンピック目指していろいろと頑張ってきたところで、そうなんですよね、でもあのね、ちょっと感動したの動画、はい、うん、あ、そうですか、はい、でもまあいろいろこう体験、うん、なんかお世話の体験とかもさせてもらったんですけども、うん、やっぱり違いますね、1個入ると中に、うん、そうね、ただそのどこからどこまでお世話を、いやもう朝一からですね、朝一のその、うん、経営者じゃなくて何でしたっけ、はいはい、朝一早い時間から、そう7時からもう入ってですね、7時半ぐらいにこう朝食に入るんですけど、誰の朝食、俺そう一緒にこう馬と俺がくる、そんなわけないそんなわけないあ、誰の朝食なの、お馬さんです、あ、お馬さんの朝食、うん、ドラゴンちゃん、ドラゴンちゃん、あ、見ました、ドラゴンちゃん、うん、いっぱいいますけど、うん、はい、そう、そっから、まあ、7時半から朝食なんですけど、うん、あのそっから、朝食の前にそうですね、あのお掃除、あ、気持ちよくしてからご飯食べる、そうそう、うん、お掃除してもう分けてはあるんです、うん、その前の日に分けてはあるんですけど、その餌の方は、うん、配合されたご飯を、はい、そうそう、それをとりあえずこうドンポンと置いていくだけなんですけど、うん、まあこうそっからやって、うん、はい、ですごいですよ、お馬さんもやっぱ感情があるんだなって、へー、そう、順番に置いていくんですけど、うん、こうあの蹴るんですよ、動画に入ってたよね、なんかこうどんどんって、どんどん早くくれって、早くちょうだいって、でそれをこうやり取りしながら、撮りながらやり取りしながら編集しながらってできねっちゅうの、さすがです、できません、さすが、さすがに。でも最悪も GoPro でやりましたけど、 GoPro も全然撮れなくてですね、もう何があるのか分かんなくなりました、ね、はい、感動した、なんかすごいなって、はい、あのじゃあやるかってなって、ね、いざやるってなって、はい、できるんだっていう、そして大会に出て6位でしょ、6位になっちゃいました、入賞しました、ありがとうございます、すごいと思う、はい、まあ何ですか、ちょっと失格の方もいらっしゃったんで繰り上げにはなったんですけど、うん、そう、なんかおかげさまで失格になるっていうのは何かあるんですか、何かしちゃいけないものがあったんですか、落ちちゃったり、あ、落ちちゃう人いるんだよ、はい、2日目はいらっしゃいましたね、はい、そうですね、でなんかそのコースからこう履けちゃったりとか、うん、あ、そうか、うまくいってない、そういったのも減点とかってなって、ダメな場合あるんですが、はい、そうですね、でやっぱりそのお世話をするっていうのは、ただ単に例えばそのスポーツにしても、なんかその乗馬にしても、この物事ただ単に側で来て、あ、すごいですねとか、あ、かっこいいですとか、かわいいですとかっていうのとまだ全然違くてですね、一歩踏み込むと、こうお世話をするってなると、やっぱり、なんか下宿に入るみたいな感じで、スポーツでしたら、下宿所に入って一緒に、お風呂に入ってご飯も食べるみたいな、あ、そう、それで動物ですと、そのやっぱりそのお世話、それ床のお世話って、その掃除きれいにしてとか、そうするとなんて言うんでしょうね、その、お馬さんじゃできないところを私たちがやる、だ最初は飼ってるって思ったんですよ、うん、馬を飼ってるとか、うん、でやっぱその馬を調教とか、うん、右行き左行けとか、うん、動物っていうの範囲があったんですけど、やっぱりお世話をすると、うん、お馬さんができないところを人間がやる、うん、でお馬さんっていうのはやっぱその、広田さんもおっしゃってたんですが、うん、人間の歴史とすごく長いんですって、関わってきたの、ああ、そうか、そうですよね、昔はお荷物運んでくれたり、そうです、もう本当に、そう、人類がこう発展してきたと同時ぐらいにこう
携わってきたっていう、だからな、ね、なんか火事になったら昔、二昔前か分かんないですけど、火事になったり家がどうやばくなったらもうまず馬を連れてきみたいな、それだけ欠かせない存在だったっていう。だからお馬さんができないところを人間がやって、人間ができない部分をお馬さんがやると、何馬力って人間の何倍もの力があってそこで耕したりとか、100万馬力とかいうのは、そうそうそう、それを考えながら床の狭いやつも泣きながらなっちゃったよ俺。ああそうなんだ、頭おかしくなっちゃった。それだから信頼関係が生まれるんだよね。そう、自分ができない、お馬さんができないことをやってもらってるから、うん、きっとありがとうっていう感情でお馬さんも接するんでしょ。そうなんです、さすが、そうそうなんですよ。さすがにまとめちゃった私。まあいいんです。そうだから、ですそうできない、お互いできない部分。で家族だったりパートナーってよく広瀬さんは言うんですけど、あこういうことなんだなって。だから赤ちゃんができて、赤ちゃんっていう愛をもらってる代わりに赤ちゃんができないおむつを交換したりとか、そこでやっぱり家族で初めてこうなるのかなっていうのはすごくやっててですね。側だけじゃないっていう。深い関係になれるっていうのが、そこが知った部分だった、ね、素晴らしいことに。あれだね、ここでちょっと3時間ぐらい語れるね。そうですね、コーヒーいっぱいで足んないですこれ。あの動画を見てて思ったんだよね、何かこれはすごいことがあったんだなって。なのでぜひ例えばバトンタッチ、ミューミューとか、うん、例えばして体験とかされる場合は、うん、ぜひ乗馬だけではなくて、うん、そうだね、そのお世話体験というのはぜひ、動物と関わるときは、うんうん、ね、なんかにゃんこちゃんとか多分ワンちゃんとか飼ってる方とかもあれだと思うんですけど、実は私もホースガーデン行ってきて、はいはい、住んでたのに行けなかったんで、はい、行ってきたんです。やっぱりそのホースセラピーの効果っていうのを検証中なので、うんうん、はい、ただね、やっぱりなんていうのかな、こうブラッシングをする、うん、こうもう一つのやつで、うん、毛をブラッシングした毛を取ってあげるんだよね、はいはい、それをやった後と、うん、なんていうの、距離が近くなった気がしていて、うん、そうですね、そう、これが信頼関係なんだろうな、はい、あとこう爪の後ろを、はいはいはい、削るっていう、はい、中に詰まってるのが痛くなっちゃうと、はいはい、うんじゃったりするから、はいはい、それをするとやっぱり自分が取れないから取ってもらってることが気持ちよい、はいはい、こういうのがなんかすごいんだなと思って、はい、で大間さん、ひづめとかやる何しちょっと忘れちゃったんですけど、うん、そういった専属の人もいまして、こうひづめ、うん、これ鉄のやつですか。だから大間さんのおかげでいろんな人のその、うん、なんか働く場所っていうのが生まれてるんだなっていうのがありましてですね、うん、で今度ねテレビにね、うん、20日のね、うん、そうですね、志野さん、はい、ちょうどのグランドホースショーの時に来てた方がこう、うん、そう、それのあれですね、はい、ブチ君だから大丈夫ですね、絶対泣いちゃうやつだよね、そうですね、なので本当だからこう携わる、例えばこう、うん、なんていうんでしょうね、なんていうんだろう、そう、携わる時やっぱりそこまで一歩踏み込むともうちょっと深い部分、うん、うん、だ競技とかですと、その何でしょうね、当事者意識なのかな、うん、その相手側の世界に入ってこそ今までと違った見方ができるっていうの、そう、側面から見たものじゃなくて中から見る、そう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 、感じてみるってことだもんね、そうなんですね、うん、そう、わー可愛い素敵っていうよりちょっと 中に入ってみて、そう、そのお家に入ってみて、うちのうちにって感じですね。そう、ね、やっぱその何ですかね、こう一緒のご飯食べねえと分かんねえなんていうこともありますけど、同じ釜の飯食うじゃないけどね、本当そうだと思いますね、本当だね、だそれも動物でも人間でも変わんねえなって、やっぱ生き物、同じ生き物っていう括りなんだなって思った瞬間にも、こうやりながらこう、まさかすいませんな、俺なんかすげえ涙出ちゃってごめんなさい、俺変ですよねって言いながらなんかやってましたけど、はい、やってる人たちはやっぱその当たり前になっちゃってるから、うん、ああそういう考えもあんだねなんて言ってくれた人もいるんですけど、うん、そのやっぱ当たり前、その広田さんとかも言ってたんですけど、うん、お子さんにこう講師で講義して言ってたんですけど、うん、その当たり前っていうんじゃないよって、うん、そう、ありがとうの反対って何だと思うって言ってたんですよね、誰が、いや広田さんが、その小学校の、広田さんの言葉っていいね、それちょっとみんなやっぱ小学生分かんなくてですね、うんうんうん、その当たり、ありがとうの反対は当たり前なんだよって、うん、そう、ありがとう、メモるとこですね、ここ、ありがとうの反対は当たり前、当たり前、対義語っていうんですか、だから当たり前になっちゃうとそのままなんですね、うん、そうだね、そうですね、感謝の言葉とかなくなっちゃいますもんね、そうだね、感謝も何もないっていう、そうだね、そう、ありがとう、やっぱ常にありがとうだけど、うん、
本当平田さんばっかですけど本当に全然本当にもう皆さんに対して平等だよね。ね、大間の上では平等なんだよって前こ、ね、出てくれた時お話しいただいたけど、に常に人と接し方が平等なんだよね。そうですね。そう。なるほどね。そう。ガッてね、こう行く時ガッて、まあ、なっちゃうあれもあるんでしょうけども、ただそのあーと思って、うん、そうでもあれなんですって、こうどんこうご飯あげてるじゃないですか。うんうん、そこどん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 騒ぎ始まるんですって。ね、でやっぱその広瀬さんが来ると。うん、その経営者とその牛、うんうん、馬さんはピッて、あ、そうなんだ、お利口になっちゃった、静かになるみたいです、パッって、だそこら辺のやっぱりなんでしょうね、信頼感、親父じゃないですけど、閉めるとこは閉めるみたいな、そこもやっぱ必要だ、ダメなものはダメみたいな、やっぱそこはやっぱすごいなと、うん、私なんかこう乗っててもあれですけど、やっぱトレーナーの今回クライズミーさんとかって、うんうん、来るんですけど、うん、まあ、近寄ってくると走るんです。私がこうあいくら足でこうポンポンって蹴っても全然歩ったままなんですけど、うん、そうコーチとかあーそのクラスが来てほら早く早くって言うと、言葉じゃない何かこう違う、やっぱ感じてるんですね、そう考えてるとやっぱなんすか、動物が感じてるっていうか、感じてる、感じてんですね。私一番初め乗った時外出てっちゃったんで、ね、あれは多分何か感じてたんだよね。そう、大丈夫だ、大丈夫だこの人はって、外いけるなって思ったんだよ。そう、そう、はい、まあ、まあ4回5回ですかね、一応その乗ったのは、はい、でまあなんとかかんとか、いいですね、すごいですね、一から本当に最後まで本当で体験できたの、はい、そうですね、まだまだだと思いますけど、本当にいいね、本当に後輩がね、はい、あるかどうか、ああそうです、うん、その辺本当皆さんのこのねおかげって言いますか、こう年が大きく見えるもんだって、ごめん太っちゃいましたけど、成長した年がなんかこう試練を乗り越えた、試練じゃないけどやったことないことをやるってやっぱでも、あーそうです、ね、ハードルはあるじゃない、ね、大変かなとかさどうなのかなって不安の中、はい、やりきった感がなんかすがすがしいさをとこれだけを熱く語る年が眩しく見える、うん、すごいって、だからその取材班としてディレクターとか取材班としてやっぱり、うん、そうですね、こう踏み込んでっていうかお邪魔しますじゃないですけど、ちょっと入ってこうもう来んじゃねえよじゃないですけど、そのまあそんぐらいの入り込んでの方がやっぱりいいのかななんて思って、いい動画が撮れるね、そうですね、まあ、これがでも本当ね、こう皆さんのおかげでこういう風にやらさせてもらってますので、本当になのでいい経験って言いますか、体験続編があるみたいなので、でやっぱり私はね撮る方だなと、うん、ね、でもどっちの続編も気になりますよね、気になるよね、多分違うのかな、うん、じゃあボクシングの続きで私と奥ちゃんで行くか、コンビで、ね、そこらは今後の打ち合わせにはなると思うんですが、ね、やっぱ男私よりだって俺撮ってた方がいいですね、撮っていじってた方がいいです、そっちの方が、うん、年的にはね、そう、そっちの方がいいですね、はい、なので今日もねいろいろ、ね、ゲストの方もね素晴らしい方が来てて、プロでずっとね、うん、ぐっと夢を追っかけてるって方が来るみたいな、夢を追いかけるっていい ね、うん、はい、そうなんですね、コメントも入ってますね、はい、マッシーチャンネルさんから、はい、こんばんは、はい、今日はトシ両手に花ですね花なんだ、本当にこれはね、この上ない花、花さん、この上ない、この上ない、よかったですよかったです、トシは元気なのかな、マッシーは、ねえ、ね、6位おめでとうございますということで、はい、ありがとうございます、はい、あと石毛香織さんから今年、はい、今夜もよろしくお願いします、お願いします、はい、コメント入ったら ね読んでいこうかなと思うんですが、こんなんでなしどうですかね、今日梅雨明けましたね、そしてね、暑かったです、暑かったね、急に今日雷鳴らなかったよね、そしてね、うんうん、そうですね、はい、あれミュウミュウからはなんか、奥ちゃんかミュウミュウからはなんかないですか、今週とかなんかあったよとか、なんかこういうことあったよみたいなってないですか、面白いことあったよみたいな、面白いこと、あ、面白いこと、私ねあのちょっとだけなんだか今日何日だっけかっていうくらいわからないくらいこう目がまぐるしい1週間を過ごしたんだけど、どうしても見たい、うん、あの動画、あの、うん、
やつがあって、はい、ネットフリックスしか、やっぱネット今言うかなと思ったんですけど、ね、ネットフリックスっていうんだっけ、あれじゃないと見れないやつ、はい、それ何を見たかは言わないんだけど、はい、あれを1を見てたからシーズン2をどうしても見たくて見てたんです、で見てて、はい、何気なく外見たら明るくて、え4時半みたいなすごい熱中、12時から見てて4時半までそれ見た時に、なんか私若いなと思った、すっごい面白かった、それ若い、もうカラオケ終わったらもう朝だったと同じです、ね、4時半までそういうの何かに夢中になってるっていうのは久しぶりだった、動画とかなんかね結構熱中しちゃいますよね、うん、時間忘れちゃうっていうか、すごいな、何十年ぶりだよこんなこの感覚、ああもっと見たい、もっと見たいと思ったの、上手、うん、気になるお話だった、何見たか言わない、久々にあの逃げ始めましたけどね、やっぱ面白いなと思って、いいよね、なんで見返そうと思ったんですか、ほら最近結婚とか、うんうんうん、お仕事中とか結構 BGM であの、うん、流れてたりしてたんで、これ見っかなって、そう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 、そうなんですよね、なるほど、なはい、あれ奥ちゃんはなんか、私はそうですね、いろんな、そうですね、今週はいろいろお仕事行っていろんな話して、うんうん、この間あの先日、うんうん、去年ですかね、うん、あの出席していただいた藤崎さん、きらむぎの、うん、ちょっとお会いしてきて、うん、またなんかいろいろ動いてるっていうのを聞いて、うん、あますます楽しみだなと思ったり、うん、そういろんな話をしてきました、うん、そうそうそう、お仕事頑張ってるね、なんか多分なんかいろいろ Facebook とかで流れましたけど、多分また下付けに掲載されるっていうのも出てたので、うん、そのきらむぎさんの動向も気になるなと思いつつ、うん、そうそうそう、その今日新聞に出てたやつ、今日でしたっけ、今日、うん、なんかで言ってましたよね、うん、そう、なんかその辺の動向もちょっと気になるなっていう感じで、うん、ちょっといろいろお話もしてきたり、うん、今日は一日なんかも用事、子供の用事でバタバタと動いてました、うん、はい、っていう感じですかね、はい、はい、そうですね、うん、まあぜひ今回体験も私も終わったので、うん、そのさっきの帳簿に戻りますけど、うん、はい、まあね、ご覧になられる方で本当これちょっとでもね、うん、やってみようかなって、見に来るだけでもいいみたいなので、うんうん、はい、大きいですもんね、大間さん本当に、ね、そうだね、うん、体験して触れ合うことからね、始まってもいいかもしれないですね、はい、なので、ね、こんなとこがあったのかと、うん、地元にね、はい、俺もあるんだ、誰でしたっけ、あ誰でしたっけあれでしたっけ、あれダッパラジオ乱入した人ですか、乱入乱入してきたの、乱入しました、乱入、へぇ、どっから来たのっていう、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、そう、出会いの数ほど油断がいるです、何があったんですか、出会いの数ほど楽しいっていうわけです、そうそうそう、何があったんですか、いや、あの黒田原でね、うん、ダッパラジオでやってるもんあったんだから行こうぜって言って、うん、まあ向こうシナリオ全部当たんないけど、俺全部いじくしちゃったの、全部買ってで、えらい盛り上がって最後リクエストまで来たもんね、石川さんも来てくれて、そうそう、ね、ああ本当にもうギターの腕は本当ピカイチですね、でいやここ 3,4 年間の中で、うん、たった1時間だけどね、すごい楽しかった、めっちゃ楽しそうでしたよ、あそう汗かいてましたから、よかったね、だからね、あのやろうよみんなで、あの音楽というよりもね、あの音楽喫茶っていうのか、あ、なんていうんだっけ、あ、まあ、その歌声喫茶、うん、これね、カラオケで絶対味わえないのよ、あ、生音でね、カラオケは一人でやるしかないから、うん、その一人が楽しいんだけども、うん、ああいうやり方っていうのは参加者全員が楽しめるんだよ、だから我々が学生時代に持ってた文化だったもんだから、いや久しぶりに、だから今年齢数って約50年前の、うん、あの雰囲気がフィードバックしちゃって、結構乗って今ちょっと足んなかったんだけどね、結構10曲までいかないですけど結構歌いましたよ、歌ったな、俺自分ではびっくりだ、普通カラオケ1曲か2曲で、うん、もう声がダメなんだよ、はいはいはい、でそこにいる彼もじゃあ今日で これで終わりにしましょうって言って次の曲引かれちゃうわけ、うん、止まんないじゃん絶対アンコールの繰り返しみたいな、そこにいる青い人が、うん、こっちはエンディングかけてんのに、うん、次の曲のあれ始まっちゃうの、それは乱入でしたね、これ止まんない、あ、俺はダッパラジオ乱入してたけども、うん、俺の世界に和光さんが乱入しちゃうわけ、心の中に、うん、どうしようもない、うん、やっぱりね、うん、楽しくなきゃ病気になっちゃうんだ、そうだね、みんなね、うん、心も梅雨も明けたことだし、うん、じゃあまた元気にね、うん、行ってみようかなと思うんですが、うん、
じゃあそろそろこの辺で話は尽きないところですが、はい、次の動画を行ってみようと思うんですが、はい、いいですか？いいです。はい、動画です。あ、はい、それのゲストの動画ね。そうです、はい、そうです。わかりました、はい、俺の動画かどうか違います。それはあの俺の動画出てきたらちょっと面白いけど、はい、あのいいとこ取りの YouTube で出てますんでよろしくお願いします、はいはい、じゃあ、動画見てください。どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ。じゃあ J1 勝つこっち。やつもこう。こんにちは。こんにちは。あれで君たち久しぶりだね。国吉こっちは。はい。じゃあみんな今日あそこからスタート。最初ボールなしで3列。あ、3で6だな。で、ここのヒロムも一緒に出ます。ここのコーンでヒロムがこっち行ったらこっちでこっち行きます。ぶつからないようにして次はトントントン。これ前やったかもしれん。タッチしてください。オッケー。はい、よい、ほいやほいやほいやほい。そう、すぐぶつからない。そう、あれ、青田くん、最初は1秒止まること。その黄色いコーンを越えたらトントントンです。ああ、ぶつからないようにするんだけど、ペイントもちょっと入れてください。はい。わざと同じ方行く振り。裏から行く。2歩だよ、2歩。1歩はダメですか？いいよ。ああ、2歩だよ、2歩。いいよ。めっちゃ早くやっていい？ちょっと青田が、ってなったら出てきます。で、じゃんけんして。じゃんけんして、勝ったら、このボールを自分のいたところに、ドリブルで運んでください。ユウトはそれを運ばせないように奪い返して自分のところに持っていく。 OK、 いい、はい、ゴーっていう風に。そうそうそう、そうそうそう、そういいね、どんどん速くなってるよ。ナイス、ナイス。おー、ユウトナイス。はい、じゃあ1番と2番が向こうのコートで試合します。3番と4番はここ。あー、水着惜しい。ナイス。 OK、 OK。 よし、ゴール。早い。おー、ナイス、タケちゃん、ナイスボール。じゃあシンバ、あ、シンバ触った。あー、じゃあゴール。おー、ユイトでもいいね、いい使った。じゃあリブスを、チームのキャプテン集めて、あの、ここに入れてきてください。今日の練習どうでした？はい、今度は負けたチームに絶対勝ちます。サッカー好きですか？はい。将来の夢は？サッカーのプロ。おー、今日の練習どうでした？今度も試合で勝ちたいです。サッカーは好きですか？はい、はい。将来の夢は何ですか？サッカーのプロです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ終わりにします。じゃあ、はい、気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大田原市地域おこし協力隊の国吉貴弘と申します。私は以前サッカー選手としてプレーさせていただいてました。まあ、この地元である栃木に戻ってきて、サッカーをツールに保育園の子どもたちだったり、まあ、小学生だったり中学生に向けて、まあ、子どもたちの発達発育というところをお手伝いができればいいかなと思ってます。サッカーっていう競技を通じて友達との関係、仲間を助ける、あとはこう体を動かす、いろいろな動きに対して自分の体を慣らす、自分を知るということを子どもたちに伝えていければいいなと思ってます。なのでぜひ私を活用していただいて、子どもたちの成長につなげていただければと思っています。皆様よろしくお願いします。動画の方をね、見ていただきましたが、今週のゲストは、こちらにいる爽やかなお二人をお迎えしての番組展開になっていきます。那須野ヶ原 FC の代表をされている曽森さん、
自己紹介からお願いします。はい、はい、那須野原 FC 代表しているつもり直人と申します。小学生中学生のサッカークラブの運営と、あと社会人チームのサッカークラブの運営を、しております。はい、ありがとうございます。じゃ続いてお隣の地域おこし協力隊の国吉さん、はい、お願いします。はい、大田原市地域おこし協力隊の国吉と申します。まあ、地域おこし協力隊とあとは、つもりさんのところで、うんうん、小学生から中学生までのサッカーの指導もさせていただいてます。うん、一緒に活動されてるっていうところなんですかね。はい、このつもりさんの今ねちらっと聞いたんですけど、お名刺のね直人さんっていうのを、那須の名に音っていう書いて、こういうふうにも作ってるんですよって聞いたんですが、その由来はな、先ほどちらっと聞いた感動の部分を聞かせていただいたり。はい、那須野原の名というのは、美しい、広い、うん、豊かなっていう土地の意味がありまして、うんうん、音というのは、うんうん、人を癒したり、うん、楽しませたりするっていう意味があるという、うん、その中で、そんな人に、なっていきたいなっていう願いを込めて、50になった年齢で、第二の人生ということで、名前の方を直人という形に、うん、はい、変えました。名前自体はもう漢字を変えてしまった。そうですね、かっこいい、はい、かっこいい直人さん、なるほどね。そして、今ご一緒に活動されているのは、社会人のサッカーで町おこしをっていうのは どういうことをされてるんですか。はい、小学生から中学生まで20年ぐらい活動してきた中で、やはりその OB の子とかもそうですし、やっぱり大人が若者が活躍できる場所っていうのがやはり必要かなって思いました。でまたその中で、どうせ社会人チームを立ち上げるのであれば、J リーグを目指せるようなプロチームの設立を目指して、今年の3月に立ち上げて、で、子どもたちの夢とか若者の生きがいになるような目標になるような場所を作れたらいいなっていう思いで立ち上げました。立ち上げたばっかりっていうことなんですか。そうです、今年の3月に立ち上げたばかりです。なるほどね。ちょうどサッカー世代の人たちもたくさん入ってるんじゃないですか。そうですね、結構OB の子とかがまたやりたいって戻ってきてくれたり、ここにこちらにいる、指してる国吉くんも、プロでやってたんですけど、2年間3年間ぐらいのブランクを押して復帰してくれました。はい、この間の試合でも得点取ってくれました。はい、国吉さんはプロで活躍をされていた。はい、そうですね、小学生ぐらいの時から松森さんにお世話になって、で、そこから高校は静岡に行かせてもらって、本当に運よくプロになれて、サッカー選手としてこうやってきて、で引退して、で、こちらに戻ってきても松森さんにもお世話になって、で、指導だったりも手伝わせていただいている中で、やっぱり子どもたちの未来を考えた時に、今やってるこう、那須野原 FC っていうところで、その子どもたちの先のこう形というかチームをこう、自分自身も今引退したけどまたちょっと現役に戻って、そういう先につながる活動ができればいいなと思って、はい、夢を追いかけてるっていうところなんですかね。そうですね、はい、今この出ているのが皆さんチーム、今出てる方は、このプロチームを設立していくためのプロジェクトメンバーで、JC の方を中心に、今こういう形でやっていこうとかっていう実行委員会ですね、はい、そういった形で、もう今6回ぐらい会議はしてるんですけど、はい、力強いメンバーがたくさん、ね、集まってらして、そうですね、本当にサッカー好きな方で、本当に皆さんパワーがある人たちで、サッカーをスポーツを通じて街づくりをしていきたいっていうふうに皆さん熱い思いを持った方々が集まっていただきました。あ、素敵ですね、はい、さっき国吉さんが子どもの頃からサッカーをってことだったんですが、どの辺から J リーガーになりたいなと思ったんですか。ちょうどやっぱり J リーガーができたのが
1993年、うん、で僕はあの1988年生まれで、うん、やっぱりもうちょうどやっぱりこう J リーグが盛り上がってっていうところだったので、うん、自分もまあサッカーっていうものと出会って、うん、まあ、自然とやっぱりこうプロになりたいっていう気持ちは持ってたので、うん、はい、じゃずっとサッカーやってる中でも意識してたっていう、プロになれたらプロになりたいっていう中でこう やっていったらプロになったっていう、そうですね、なんかそういうのってなんか、ね、今の子供にたちにこう夢って叶うんだよっていうのをね、こう伝えていけたら素敵だなと思いますね。それが多分今お教室で、たくさんねそういう子供を育ててるっていうところなんだと思うんですけど、あのお教室するときにどんなことにあれなんですか、こうすごくこう力入れてるというか。そうですね、やはりあの、まあ、子どもたちのやっぱり夢を、うん、あの育んであげること、まあ、これが一番、はい、重要かなと思ってます、うん、やっぱり夢がないとパワーが出てこないので、うん、はい、あの、あとはもうこう教えられるんじゃなくて自らこう求めていく、うん、そういうような姿勢ですね、はい、主体性、そうですね、主体性を、はい、なるほどね、なるほどね、それはやっぱり夢があるから主体性っていうのが出てくるものなんですね、はい、もうそれが絶対必要なとこですね、はい、夢は持っていいんだよ、そして夢を叶えるものなんだよっていうのをサッカーを通して、はい、すごい多世代の人でこうなんか関わってる、そしてまさにこの大人もまた夢をみんなで作って、うん、サッカーを通して街づくりっていう、こう広くなってるんですね、子供から大人までがサッカーっていうのは、はい、はい、まあ、僕らもまだまだ夢を見てやっていきたいので、そうですよね、はい、そうですよね、はい、みんな持ってますもんね夢ってね、そうですね、うん、その町づくりを通してってこう、あのその夢ってどんな夢なのか聞きたいですね、まあ、あのクラブの理念の、うん、那須田川 FC のクラブの理念なんですけど、うん、先人たちの開拓精神、うん、諦めない心、諦めない、これを未来の子どもたちに継承していく、うん、スポーツを通じて那須の柄を豊かにする、うん、で最後にやはり子どもたちが育って子どもたちが帰って来られる場所ですね、ってものを作っていきたいって言ってます、はい、諦めない心、みんな諦めちゃうんですよね、どうせ無理だよって言ってチャレンジさえしないところもあったりして、なるほどね、かっこいいですね、ありがとうございますサッカーって絶対モテますよね、彼はモテたと思います。どのくらいモテる感じ？バレンタインにあのトラックでチョコレートがよくあのやってくるみたいな、そういう感じでモテちゃうんですか？僕はそこまでなかったですけどあのやっぱり他の選手はすごくチョコレート以上のものもらったりとか、トラックでチョコレートがやってくるみたいな、はい、よくもらったりしてたんで、そうなんだよね、モテますよねサッカー選手って、うん、もうどう見ても爽やかですもん、それはずっと爽やかですそれはずっとやっぱり自分のこう体力作りだったり維持をするっていうのもあれですか、お仕事というかそれもプロ意識、そうですね、まあ選手の時はやっぱりまあ毎日の練習だったり、まあ、試合っていうのが勝負というか、う自分自身をこうどう管理して、うん、まあ、パフォーマンスにつなげていくかってい もう自分自身と向き合うってことが当たり前だったので、自分自身と向き合う、はい、なるほどね、こうなんかこうグダグダしたりしないんですか、普段こう今もこうピシッとしてるけど、こうもういっかきゃーんってこうビール飲んでこう体に悪いもの食べてもう今日は終わりっていう日もないんですか、っていう日ももちろん作ってますそういうのもないとやっぱり常に高い意識でこう維持っていうのはやっぱ僕も人間なので弱い部分があったりするので、そういうものも受け入れながら、はい、メリハリをつけて、そうですね、はい、つもりさんも、いや私はもうあのストイック、いや全然逆ですどう来るのかなと思って、はい、いやもう、なんかいいですね、そうやってこうかっこいいですね、やっぱりこうなんかこう夢がこうキラッとしてる気がして、
なんですね。なんかもう、うっとりして見ちゃった。で、その…サポートしてあげるから、はい、これ、ちょっと紹介してもらったのよ、これ。はい。那須夢ファミリー。プロサッカーチームの町の熱量を感じたこと、何ですか、かっこいい。町の熱量を感じたことがあるか。那須夢ファミリーとして、この1、キャリアファミリーっていうのはどういうことですか？あ、はい、うん、キャリアファミリーっていうのは、うん、やはりこうプロ選手を雇用するというのはなかなか難しいと思うんですけど、うん、例えばあの午前中サッカーの、うん、練習をさせてもらって、午後、うん、企業さんで働かせていただく、うん、でなぜそういうことを募集するかというと、うん、やはりこう仕事してから夜の練習だけだと、うん、どうしても、なかなか集まれなかったり、あとはレベルが上がれば上がるほど、うん、日中の練習をしていかないと勝ち上がっていけない、うん、はい、そういった形で、はい、募集してます、うん、はい、で2番目オフィシャルファミリーは、はい、これはもう本当にサッカーで見るよく胸に、あの、スポンサーとか背中とか、うんうん、そういったものを、はい、募集してます。募集してます、はい、あ、じゃあ例えば、この栃木県の企業さんで、じゃあうちの看板背負ってくださいっていう時は、はい、こちらにお願いして、はい、まあ、スポンサーという形で支援ができるっていうところなんですか、はい、かっこいいですね、はい、じゃあ3番サプライヤーファミリーという、はい、でこれはもう用具とかドリンク、うん、あとはサプリメント、うん、あとあのボディメンテナンス、接骨院の方とかもこの間あのお話しいただいて、うん、例えば本当に自分でできる超音波の治療だったり、うん、電気治療だったら、うん、あのタダでやっていいよとか、あと針治療だったらこう少しこう安くしてあげるとかっていう選手のこう、サポートですね、はい、そういったもメンテナンスをサポートしてくれるっていうところですね、はい、スポンサーとして、はい、募集しますよって、はい、あとサポートファミリーというのは、はい、これはもう本当にあの、のぼりとかフラッグを、うん、あのチームのフラッグを買っていただいて、うん、そのお金で、まあ、クラブの運営費に当てていくっていうような形ですね、はい、なるほど、かっこいい。オペレーションファミリー、はい、あのオペレーションファミリーはクラブの運営、うん、そのもののお手伝い、マネージャー業であったり主務であったり、うん、そういった雑務的なものをお手伝いしてもらうような形になります。一緒にじゃあこの夢を叶えるための家族として、この全体的にこう自分ができるところでお手伝いができるよっていう、そうですね、はい、ステップ5つってことですかね、はいはい、みんなで夢を叶えましょうっていう意味で那須夢ファミリーっていうにつけました。なるほどね、はい、誰もが自分がサッカーのプレイヤーにならなくても一緒に夢を叶えることができるよってところですね。そうですね、はい、すごい素敵ですねこれ、はい、で詳しいところは那須の方から FC オフィシャルホームページをご覧いただければ、こういったどこに関われるよっていうのをできる、はい、あの自分が関わりたいところにたどり着くってところですかね。なかなかやってみたいな、どうしようかなって言ってもたどり着き方が分かんなかったりするんですけど、ホームページ見れば確実につながれるってことですよね。そうですね、すごいですね。理念が先ほど言ってた先人たちの開拓精神、諦めない心と、でこのビジョンっていうのがはい、地元にプロサッカーチームとスタジアムがあり、うん、子どもたちがスポーツ選手に憧れ成長できる場所ですね、うん、あと生涯を通じてスポーツを楽しみ、うん、活躍できる那須野原地区に、うん、はい、そんなようなこのふるさとをそういうような、地域にしていきたいというふうに考えています。それでサッカーからの町おこしっていうのはここになるわけなんですね。そうですね、そうですね、自分の近いところにこういったプロ野球選手、あ、プロサッカー選手に教えてもらうっていうと自分もなれるよって思いますもんね。それは大きいと思います、うん、やはり彼 の, あの、うん、プレーキックとか見てても、うん、やっぱり全然あの違うんですよね、うん、だそういったのを間近で見れるっていうのは、うん、本当に子どもたちにとってはすごく財産であり、うん、あの貴重な経験だなと思います、うん、そして地域おこし協力隊として大田原市にあの所属しているっていうところですもんね、はい、それは地域おこし協力隊としてはどんな活動をされてるんですか？サッカーの分野だと、あの、うん、学校だったり、まあ、幼稚園だったりっていう、うん、まあ、地域のところでサッカーの指導だったり、まあ、サッカーを通してこう、まあ、いろんな技術だったりこうスキルはもちろんなんですけど、うん、なんですかね、もっと深掘りしてサッカーって
もっとこう頭使ってやるんだよとか、はい、こう専門的なスキルなくても考え方次第でちょっとサッカーができたりとか、なんかこうもっとサッカーを身近にこう感じてもらえるような活動ができればいいなと。でも本当にこの那須野ヶ原ファミリーってあるんですけど、多くの方にやっぱり興味持ってもらって、こうサッカーに関わる方をどんどん増やして、それがやっぱりこの先の子どもたちのためにもつながると思うので、そんな思いを持ってやらせていただいてます。みんな天童公園ね、はい、那須塩原市は地域おこし協力隊、農業推進の人が選んだからね。農業推進の人、農業の技術を覚えて、農業による町おこし、大田サッカー、いろいろな各ね、町によって基軸とその違うから、またね、自分の得意なところを活かせるお仕事って、仕事してても楽しいですよね。そうですね。例えば部活動の指導とかでもし来てほしいなんか言った時には行けたりするんですか？あ、そうですね、一昨年ぐらいには部活動の指導だったりも行かせていただいて。そうなんですか、豪華じゃないですか、部活動の指導にねえ、プロが来ていただけるとかって。あ、そうなん、今ね先生みんな忙しいからね、働き方改革で、ね、逆に外部の人がお手伝いに来てもらったりするといいんですよ。部活動バンクがっていうのが新聞にね出てますから。彼のね経歴すごいの読み上げてよ、これ経歴、プロチーム。でさっき静岡って聞いた時に、静岡この学園高校って私あんまりこのスポーツって得意じゃないですけど、それはピンときました、はい、そしてそこからヴァンフォーレ甲府、はい、でサガン島トス、サガン、これめっちゃ有名かな、そうですね、今 J1 でいる。カターレ富山を経験されて、はい、いらっしゃるってことで、アシスト賞ベストイレブンを独占し大会初の4冠を達成高校の時の静岡県の高校選手権の時に4冠を取って、数いる有名選手でも成し得なかった、彼がそれを、はい、成し得たという。今日ちょっとボールとか持てないんですか見た、じゃあぜひ今度取材に行ってね、動画をね、私朝いつも子供と話す子がいるんですけど、いつもサッカーボール持って行くんですよ、靴下もサッカーの靴下履いていて、サッカー部なんでしょうね、なんかなりたいんだって言ってました。なんかそうね、教えてもらう機会があるといいですね。なんか夢が近くなった気がする。あ、ぜひ試合も見に来て。あ、ねえねえ、私ほんとスポーツ疎くて、今日も上手なことが聞けなくて申し訳ないんですが、あのサッカーってここで首がこういうこうポジションがあるって分かってなかったんですよね。そっからで本当ごめんなさいなんですけど、いやいやいや、本当に、変わります？どうしますか？みんな心配して見てるのかなと。二人があなたをこう、ね、作家の魅力に今口説いてもらいたいよ、ね、あ、まずは試合に見に来ていただいて、まず試合が一番はい、面白いと思います。試合はねたまに見る時があるんですよ。これってあの本当素人目線でごめんなさい、あの当てずっぽうに何蹴ったら誰かがいたからそこにたどり着いたじゃなくて、全部戦略なんだなっていうのを気づいたらちょっと見方変わったんですよね。そうですね、はい、そこにはすごい技術と駆け引きと入ってます。駆け引き、はい、それは相手チームに分からないようにあの作戦が組まれてる、まず当たり前でしょうけど、作戦もあるんですけど、その瞬間瞬間のひらめきとか、そういったものがやはり見てるものをこう感動させるというか、すごいっていうふうに思わせてくれるので、はい、チームでやってるから、そのチームプレイの中でも、はい、なんかそのタイミング一瞬一瞬って何が来るか分かんないですもんね。そうですね、もう瞬間瞬間の判断がやっぱりサッカーのすごい醍醐味かなと思います、はい、蹴ろうと思ったところにいるんですもんね。
だからそれすごくないですかと思って。オフサイドわからないとサッカー楽しめないよ。オフサイド。オフサイドなんだっけ。オフサイド、はい。オフサイドなんだっけ。はい。オフサイドって何ですか。相手ゴールキーパーと相手のディフェンスの前に待ち伏せってよく言われるんですけど、そこにいると要するにそこにボールが出ちゃうと、あのチャンスが増えてしまうので、必ず相手のディフェンスの横前に出ちゃうとダメってことですね。はい、だってその辺の攻防が分かってくるとサッカーって分かって面白い。そうですね、はい、ゲーム見るともまたより楽しくなってきますよね。楽しいと思います、はい、ちょっと見に行きたいですね、ぜひ撮影の時に、はい、それ社会人チーム見に行きたい。あ、ぜひ見に来てください。ここにスケジュール書いてあります、あ、これが、はい、本当社会人チームをもし見るとしたら、はい、社会人試合ない、あ、ちょうど試合がねこの後準備されていて、はい、近いところだと7月の18日10時半から明日、明後日ですね、はい、これは対戦相手なんていうんですか。荒川 FC、 荒川 FC の中川下半公園で、はい、そして8月22日はアチーブ、アチーブさん、さくらグリーンフィールド で、はい、で8月29日はこれが、これはエアステクリュー、エアステクリュー、はい、黒羽運動公園、はい、で9月5日はこれが TMESC ですね。クモーク、はい、サッカーってなんでみんなこうかっこいいんですか名前が。へえ、皆さん横文字ですね、うち以外は。ああ、その方が FC ですよね、はい、でも分かりやすくていいじゃないですか、うん、かっこいいね、サッカー選手ってちょっと変わろうこれ、はい、言葉詰まってる、詰まっちゃった。チェンジ、あ、チェンジ、チェンジです、すみません、よろしくお願いします。具体的に聞きたいんですけども、今日の話の中でね、一番興味持ったのが FC を作ろうというようなお話聞いたもので、はい、現状の進行状態とこれからの、まあ、番組見てくれる人の対するね PR のメッセージとか段取りとかちょっとお話聞かせてもらえばありがたいかなと思ってるんです。はい、まず、J リーグに行くためには今県の3部に、いるんですが、勝ち上がっていっても最短で8年かかります。で8年かかってもさらに、ちょっと待ってください、はい、この栃木県社会人3部リーグで、はい、勝率を競うんですか。ですね、このこの8年っていうサイクルの、はい、期間の意味が分かんないんです。ああ、そうですね。強ければ上に上がれるわけじゃないんですか。そうですね、強くなって勝ち上がってって、うん、リーグを上がっていくんですけど、今3部リーグにいまして、うん、そこから2部リーグ B、2部リーグ A で1部リーグ。ちょっと待って、最初に3部何3部は、3部リーグ何チームあるんですか。3部リーグは県北で6チームありまして、6チームそれ以外に県央とか、あと県南の方で、で最後、2位以内に入ると決勝大会があって、はい、そこに勝ち上がると2部に上がれる。あ、やっぱ入り替えで2部に上がれる。そうですね。あ、なるほど、はい、それ最低でも1年かかっちゃうんだね。かかります、はい。でまたそこから上がるためには1年かかるので、うん、なるほど。ストレートでどんなに早く上がっても8年間かかる。そうするとオタクも私ももう人生消耗しきちゃいますよね。そうですね、はい、8年10年とかかったと。そうですね、うん、はい、そうするとあの国吉さんだっけ、はい、夢を託すと、もう彼にバトンタッチ、全てを任せます。彼でまた8年10年かかっちゃうわけでしょ。そうですね、まあそこに8年で上がるにしても今度スタジアムがないと。あ、2部から、いや、JFL っていう全国リーグがありまして、うん、そこで、4位以内、規定以内、あの4位以内に入ると上がれるんですけど、スタジアムが5000人以上のスタジアムがないと J リーグの方には加入ができないんです、ね、これは政治家の人に頑張ってもらってたわけだ ね、 そ、 うですね。それもありますし、あと地域の人の、うん、応援とか熱が必要になってくるかなと思います、うん。ちょうどあのね、那須塩原市ではあの野球グラウンドがあってね、はい、あれ3年前かな、やっぱ5000人収容のあれを作って、
当然2部リーグまでは公式戦よくできるようになったもん、はい、やはりこうそれやってる彼が天狗甲子園の地区予選は県北でやりたいって考え方があって、はい、なんか4億か5億で作ったんだもん。だから実際今後やっていくときにはある程度のねスポーツに理解のある政治家とつながっていかないと。そうですね、うん、はい、それで世論を作って広げていく、うんうん、それでも2部リーグだけでも大変だね。2部リーグ入ってくる。そうですね、2部リーグに入ってまたさらに1部に上がって、1部から今度関東リーグっていうのがありまして、はい、そこを勝ち抜いていくのが相当な激戦区なので、すごい夢が遠すぎますよ。気が遠くなるような。私が知ってる知識ではどこだっけ、温泉のチームがあってさ、ザスパ草津ですか。そう、草津、はい、このニュースはみんな知ってるから短期間に町総力を見てね、はい、町を混ぜて、うん、そして起爆剤となればね。そうですね、うん、まあ、この地区も那須高原はじめ塩原温泉もあるし、那須全北を合わせれば日常の環境でもあるわけ、はい、ただあといかに気持ちを一つにするか、そしてトップを走っていくお二方が病気にならないとできないということですよ。本当の病気が頭が病気になっていかないと普通の3倍4倍5倍努力してもまだ足んないから、とっとく頭がくるくる頑張らないと、ね、絶対無理よ。でもそれがね、人ができないことを実現できるコツだから、さっき奥さんにもちょっと言っちゃったんだけども、もっとひどい目に遭わないと前に進めないよまあそういう今度ね、苦しくても辛くてもギブアップしない、弱音を吐かない、希望を捨てないっていう心がね、チームに今度反映されるわけでしょ。だから代表だとか監督は大変だと思うんだよね。それを身をもってやらなくちゃいけないから、自分たちがもうこれから作る場合はベンチに座ってあぐらかいてね、諦めるなとか頑張るってのは簡単だけども、これを本当に2部リーグまで持ってこようと思ったならば、自分たちの生き方自体がね、諦めない、何があっても諦めないっていう、まあ献血、なんだ、献血、うちらがやるしかなくなっちゃう。うん、そうですね、うん、まあ、そうすると地域の人たち、家族、周り全部の理解を得ないと。でも皆さんね、これ膨大な夢ですよ。できたら素晴らしいし、誰もできない。でも私いつもこの番組通して言うんだけどもね、いいものは手間暇かかっちゃうの。もう手間暇かかることでみんなギブアップしてしまうから、いやそれ無理だ、こんなの夢だっていう人が たくさんいるのは分かってるんです。ただその時私いつもアドバイスするの、あなたができないだけだよって、私はやるんだという気持ちがあれば火はつきます。同行戦の火のつき方はそこにあると思うんですよ。まあ、すみません、人生の先輩としてね、えらいこと言ってますいやいや、ありがとうございますチャットの方が入ってるので、うん、読ませてください。はい、かすみさとうさんから、はい、チャットの方が入ってまして、今日多分、番組史上初、遠いところからあのチャットが入ってるんですけど、まず霞佐藤さんがビルクながら応援してますって来てます。マッシーさんから、今でも国吉さんのサインが欲しいっていう方いるみたいですよあとさっきマッシーさんは、今でも国吉さん、これ遅く書き読んだ、これ国吉さんはえぐいモテ方してたって聞いてますって、えぐいモテ方さりげなくうなずきましたって言ってます。あとこれブラジルからなんと来てます、国吉さんとおともりさんって、ブラジルからよろしくお願いしますって、これなんて思うんですか。あ、これ海湯、海湯っていうのは国吉と同じ、うん、あの同じ年代の日本でサッカーやってて、でお父さんと一緒にまたブラジル戻って、で今度あの今コロナで来れてないんですけど、うちのクラブのコーチとして来る予定なんですね。一緒にまた、はい、あ、なん
すごいですね。このこれもブラジルですか？ああ、これはあのうちのクラブの選手の保護者です。保護者さん。はい。ちょっと読めなくて大丈夫かな。これはムリロリータ。ちょっと難しいですね。いろんなあの国籍の方も。そうですね。今クラブにあの日系の方は結構多くいますね。あ、そうなんだ。じゃあそこでこう日常 の, あの母国語上の日本語じゃない言葉とかでもやり取りできてグローバルな参加室じゃないですか。そうなんですね。じゃあこれからの夢っていうのもまたね、新しいコーチの方も増えたりして、子どもたちの夢がこうすごく近くなるような、まあ、こう夢をつかんだ人が近くにいるっていうと、自分もやっぱりね、なれるかなって、なれるね、もっともっとね、子どもたちのなんか夢を引き出してもらえたらなって思ってます。そしてまずは明日、あさっての試合があるってことですよね。お二人は出られるんですか？私は出れない彼はもう出てもらわないと困るので。私もこの間試合出たんですけど、怪我してしまいました。そうなんですかね、はい、そうなんですね。そして先ほど伺ったんですが、一緒にいらしたあの綺麗な方は奥様だっていうじゃないですか。そうです、はい、こんなにかっこよくてまた奥様も綺麗という。ありがとうございます、もう出てらっしゃる出ないよの、ね、あの日曜日ぜひぜひね、あの那須塩原のこの中川河畔公園の方にサッカーグラウンドの方に行けばどなたでも見てもいいのかしら。はい、大丈夫です。はい、じゃあこのぜひね、この那須夢ファミリーのこと聞きたいよとか、この那須の花 FC さんの社会人の皆さんのこうキラキラと活躍しているところぜひご覧になっていただけたらなと思います。時間は、7月18日日曜日の10時半にキックオフ、試合開始っていうところですかね。はい、ぜひ見に行っていただけたらなと思います。じゃあこの後、まずじゃあ日曜日の抱負、またこの後のこう抱負などをね、ちょっといただいて番組しよう締めようかななんて思うんですが、まず試合日曜日どうです、なんか宣言みたいな。そうですね、もうまず、まあ、勝つことはもう大前提で、やっぱりあの勝ち上がっていかないとやっぱり応援してくれる人も増えないと思ってますし、でまああの勝つってことを目的にしながら、あのまあサッカーの中身といいますか、質っていうところもやっぱりあの僕たち今現役の社会人の選手が見せて、まあ、それを子どもたちが見て、でさらにはその子どもたちの、まあ、力につけてもらったりっていういろんないい影響をこう与えたいなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ代表のつもりさんはこの後のこの夢を追いかけるチームとしての皆さんに伝えていただくことは、はい、はい、こういったあの社会人になっても若者が夢を追いかけて頑張ってる姿を、周りの人に見ていただいて元気を与えられたらいいなって思ってます。本当ですね。そして自分も大人になってもっとサッカーやりたいんだよなんて方がいたら、あれですか、仲間に加わることもぜひ、はい、来ていただければ。じゃあ一緒にね、はい、まだまだ夢を追いかけたいよって人も募集するので、はい、ぜひホームページをご覧になっていただいて、一緒に夢を追いかけてこの那須沼原地域を元気にしていただけたらなと思います。はい、今日は下手くそさ MC ですみませんでした何か伝えたいこと、宣言、叫びたいことありますか？叫びたいことですいや、絶対にあの J リーグに上がるように頑張っていきますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。J リーグに上がるようにって皆さん応援していただいて、この那須夢ファミリー、あの皆さんがね関われるところたくさんあるので、ぜひみんなで応援して J リーグに押し上げていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。くじよしさんは叫びたいこと？いやもう応援してくださいお願いします。じゃあこの後もえぐいモテ方で頑張っていきますので、皆さん応援してください。
じゃあ今日は、那須が、那須の葉原、那須野ヶ原 FC から、この爽やかなお二人をお迎えして、8時1時間お送りしました。また日曜日はぜひ中川花畔公園に応援にして行ってあげてください。それではまたあれから動画をかけないでこのまま終わる感じでいいのかな。とん困っじゃあまた、ね、来週は MC が上手な田代くんが戻ってくるのでごめんなさい。今週は下手くそな私です。カモンさんが来週はやってくるのでまた来週も見てください。そしてチャンネル登録をぜひしてください。そして日曜日は看護園行ってください。頑張ってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。皆さんこの後もどうぞ素敵な夜を。バイバイ。君